さん、お久しぶりでございます。お久しぶりでございます。サプライブ TV イエーイ TV イエーイということで、ね、始まりましたね。お久しぶりですね。ねずっと会ってたけど、いやもう絡みは多いけど、絡みは多いけど、でもサプライブ TV を、ね、わわわわわじゃない、いややるもね、うん、やろうって言ってたんですよ、うん、終わったサプライブ終わってからも、うん、そう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 、ね、でもあのなかなかできる、うん、あのタイミングがなかった、お互いなかったのでようやくできました。よかった、もうやりたくてしょうがなかったんですよ、ね、私は。ただね、はい、ただね、サプライブ日々続けるって言ってもさ、もうサプライブは終わってますから。そうだね、去年終わりました、去年終わったんですけども、はい、なんかここでまたサプライブ TV ってやってるのがまた不思議な感じなんですけど、そうだね、ちょっと久しぶりなんで、はい、サプライブの思い出話しましょうよ。サプライブの思い出はもう、うん、ラップですかね。俺は発信大沢の MC、ラップをやってくれと、呼ばれは沖縄県那覇市、五代先生に言われまして、うん、ラップと、あの僕、まあ、一応ダンサーなんだけどラップですかと、もうその瞬間からサプライズが始まってましたで、まあ実際本番ね、この金のネックレスのフットチェーンをね、もうやってね、あのグラサンかけて、ね、舞台にこう登場したユアーとか言って登場したんですけど、ね、それがその映像がダンスワークスの受付のところで流れてて、もうたまにこう自分のレッスンの時に見るわけです誰これ何この人恥ずかしいみたいなのもちょっとありつつ、でもまあね、あの人前でこうラップができたことにもね、喜びもありつつ、そういう思い出があるんですけど、いい経験だったでしょ。いやもうだいぶ、あだってあそこだって何人入るんだっけ、1000人の前で、なんかもっと2000人の前でラップしたんです。2000人2000人の前でラップ恥ずかしい。いや恥ずかしいじゃん恥ずかしいじゃん。でもさ、アシはさ、はい、まあ、演技とかもやってるしさ、はい、俺そういうのは何でもできるって分かってる。あ、本当ですか。オールマイティーな人でもダンスだけじゃないからね。だから俺それ信じてたから出れますね、うん、だからそこはね、リスペクト。本当ですか、まあ、ありがとうございます。リスペクトがあってやってもらいましたから、本当ありがとうございました。いやでもあの総合演出お疲れ様でした。あ、いえいえ、ありがとうございました。どうでした。いやもうね、しんどいのかなと思ってたけど、はい、全然しんどくなかった。しんどかったのはちょっと首が痛かったぐらい、はい、ね、こうやってましたから、ね、そうそうそう、いきなり怪我しちゃって全体リハーサル、そう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 、あの時まあ辛かったですけど、中身的には別にそんな辛いことも全然なく、うん、楽しくて、まあ、自分のやりたいことすごい、もうサプライズディブもそうなんですけど、やりたいことすごいできたんで、すごい楽しかったなっていうのがまず印象的と、うん、まあ、千秋楽はね、ちょっと本当にサプライズで、お客さんにね、iPhone のスマートフォンのライトをつけてもらって、 あれね、そうで、あれ終わった後に打ち上げで、ね、忘れもしない、まさきさんの生徒かな、女の子が泣きながら、うん、本当にこんな発表が初めてで、本当に嬉しかったですね、ありがとうございます、ありがとうございます、そうそうそう、ありがとうございますみたいな感じで言ってくれて、うん、いやそれはこちらこそありがとうって思ったよっていう、どういうぐらい嬉しかったってこと。いやでもあれ本当に舞台から見てて、うん、お客さんがね、こう全員こうライトやってくれて、うん、めちゃくちゃ感動しました、自分的にも。で生徒のみんなも本当に泣いてたし、うん、まあね、その瞬間、ね、そう、いや本当よ、あきひこやるないちいちそこしかいやでもね、本当に楽しかったですよね、はい、ということでね、はい、まあ、こんな思い出話もありますけども、はい、なんと今回はね、スペシャルゲスト、スペシャルゲスト、スペシャルゲストに出るんです。おー、誰でしょう、誰だと思いますか。わかんない、わからない、毎回わかんない今回はね、今年の夏の大発表会、はいはい、アートダンストライブボリューム22、22、うん、の総合演出、熊谷博明さんでーす。どうぞ。あー、どうもどうも、ありがとうございます。いや、念願かな、念願叶いました。サプライズ TV ですか。本当ですか。出たいって言い続けたのに。そうなんですよ、なかなか出れなかった、もうありがとうございます。じゃあ、失礼しますいただいて。昨日飲みすぎたから大丈夫かな。今のもう出てたでしょ、ね、水っぽいだよね。ほらほら、これも僕のさ、念願のサプライズ TV。 今の時代、これを使わないですよ。ありがとうございます。
とうございます。ありがとうございます。お久しぶりですというか。久しぶりです。レッスンがね、金曜日のレッスンでですね、自分があのヒップホップロッキンのレッスンやってるんですけど、その前に熊谷さんと会うんで。たったね、あの3時間であの振り幅の広いレッスンね。私から秋彦君でさ、さすがマークスだよね。なかなかそういう伝わりはないですよ。本当に。ということで、今回夏の大発表会、はい、やるということで、はい、びっくりしました。今回総合演出するって聞いて、もうびっくりしましたよ。スタジオから電話来た時はびっくりしました。あ、もう冗談かと思いましたから、ね、と思う。まだサプライズ続いてる。そう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 。もうまさか。いやいやいや、でもね、一昨年なんか飯食ってませんでした。おにぎり。あ、あの松田直子さんが、はい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 、演出した時に、あのっていう その時見た時もすごい面白かったですよ。あ、ありがとうございます。ご飯食ってる。うん、あれなんかね、春ぐらいに松田直子さんがちょっとお話があるからって言って、うん、なんかお酒をおごってくれて、うん、何なのかなと思ったら、あの舞台でおにぎりを一気食してほしいのって言われて、はい、ああ、そういう、なるほど、そうそうそう、だったらやりますよ。それこうだけつまんで聞くとどういう演出なのか分かんない。よくまっさんの考えなのかなと思ってたんで、ああいう、僕がそういうことやりそうだってことで、ね、松田さんからのね、依頼で。もしこれででもクレストンが出た人にはね、うん、まだ DVD 発売中。ということでね、夏の大発表会、はい、言うてもですね、じゃあ僕たちだったら去年だったらサプライブ、まあタイトルありましたけども、はい、今回のタイトルは何なんでしょうか。はい、今回はですね、はい、なんとスーハーヒュットンダッダッダンスでございますよ。どういうことですかね。どういうことでしょうか。はい、まずスーハーは呼吸ですね。はい、はいはいはい、あ、スー、あ、反対か、あ、ハーか、はあ、うん、でヒュットンはちょっと跳ねて着地するんですね。ヒュットンと、はい、うん、そしたら、うん、もうそれがダ、ダ、ダンスだよっていうことですね。あ、そういうことさ。そうですよ、リアルに、リアルにびっくりした今。はい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 、そういうことか。そうなんです。なるべくダンスを身近にっていうことで、はい、みんなね、息をしてる、うんうんうん、もうそれダンスなんじゃないかっていう、こう発表会でございます。なんか考え方、ね、自分はこれを初めてこう見た時に、はい、まあ、スー、ハー、ヒュット、ダ、ダン、ダンス、はい、だからダ、ダン、ダンスがすごいこう、わかります、なんかリズム的にダ、ダン、ダンスっていきたい。ああ、はい、要はスーハーヒュットンダダンダンス、ラッパでしょ。いや、アンファットンファットン、スーハーヒュットンダダンダンス、いい感じだよ。なんかその感覚でいたんで、なるほど、例えばスーハーヒュットンダダンダンスみたいな、そういうイメージだった。そうするとダンス、うん、それでいこう、それでいくの。それでいこう面白い、面白い。それもありっていうことか。人のいいところはどん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 取ってから、せっかく今さっき聞いて俺すごい感心したのに。そういうことかと思って。なんかあのナチュラルな感じですよね。うん、あ、だ、なるほど。あ、そう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 です。なるほどね。まっちゃった。本当のなるほど。幸せになる。本当になるほどねってなる。なるほどなるほど。これをやったら、もう誰でも踊れるんじゃないのかというハテナってことですね。はい、なるほど。どう思います、その誰でも踊れるっていうところが引っかかりませんか。だからここはね、一つ、うん、検証した方がいいんじゃないかと。検証、検証する。誰でも分かんないじゃないですか、踊れるのかっていうこと。そう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 、ダンサーじゃない人も含めて、うん、誰でも踊れるのかと。それはね、もうね、割と長くダンスをやってるおじさん3人でそれを話しても仕方ないから、これはもう外に行こうと。外に、我々だけでやっててもダメ。これから私たち渋谷の街へ出て、はい、捕まえましょう。わあ、渋谷の街で、まあそれはもう老若男女誰でも、もちろんです、全く知らない人に声をかけて踊りませんかと。すごいロケになる。まさかの、まさかのね、まさかの渋谷に、過酷になりそうだね。でもね、サプライブ TV ってそんなだったっけ。初めてじゃん、まさかの逆サプライまさかのね、やります。じゃあやりましょう。いやでも面白いですね。まあね、面白そうですけどね、うん、確かに確かに、うんうん、検証してみますか。じゃあそれを外に出ますか。外出ましょうか、はい、ますか、はい、じゃあで、じゃあもうお決まりの感じでいきます。じゃあ、はい、そうですよね。じゃあ立ってとりあえずこれにちなんでいきます。じゃあ、はい、あ、そうですよね。とりあえずじゃあこれ、じゃあ吸って、これこれ、うん、これ
これを鼻の穴に入れる感じで、フェス。ちょっと大丈夫です。大丈夫。最近の世間的に大丈夫。大丈夫。それを思わなきゃいいよ。思わなきゃいい。だからそこに行くからダメなんだよ。あ、そうだよ。健全に思ってない。健全に思ってないんだよ。これ。俺メロリン級だと思ったもん。そうそう。スー。ハーだから。スー。スー。で、ヒュで飛んで、ヒュ。トンって言ったらきっともう渋谷にいるよ。あ、なるほどね。あ、まあここ渋谷なんですよ。外に出てると思う。外に出てると思うんですね。外に出てると思う。はい、いきますよ。はい、スーハーヒュッ。